皆さんこんにちは。日本気象協会の岸本慎太郎と春木右京です。夏休み特別企画ということで、日川キャンプ場にデイキャンプに来ています。イエーイ、暑いですね。暑いですね。早速なんですけども、早いところ日差しを遮る居場所が欲しいということで、今回はテント張りです。テント張るのって結構難しくないですか？はい、結構大きいテントなので1人だと難しいんですけども、2人で協力すればできますので、ちゃんと立て方も調べてきましたので、助かります。頑張りましょう。はい、では暑いけど頑張っていきます。ということで、いよいよテントを張っていくんですけど、まずはテントを張る場所を選びます。テント張る位置ってどういうところがいいとかあるんですか？まずは水はけのいいところ。今回はデイキャンプなので泊まりではないので河原に建てるんですけども、本来であれば河原から少し離れたところとか好ましいです。やっぱりこう雨降った時とかに増水とかやっぱ危険っていうのもありますよね。そうですね、川を思った以上にこう川幅が変わったりしますので、確かに今日はデイキャンプということで、まあちょっと川から離れたところに建てていこうと思います。そして河原なんですけど、こうやって割と大きめの石とかが落ちているので、テントを立てるところの周りは石を溶かしておきましょう。急に雨が降り始めることもありますので、天気 JP のアプリでしっかりとレーダー画像などを確認しておきましょう。夏は日差しが強いので、日差しを受けられる木の近くとかに立てがちなんですけど、それも注意が必要です。ダメなんですか、木の陰？絶対にダメというわけではないんですけど、1本だけ高い木とかの近くに立ててしまうと、万が一雷が落ちた時とかに落雷の影響を受けてしまうので、そこは避けた方がいいです。なるほど。なので今回はこちらの河原にテントを立てていきたいと思います。早速テントを張っていきたいと思います。暑い中ですが頑張っていきます。頑張ります。まずインナーテントを地面に広げます。前後左右を確認しておきましょう。次にフレームを通して立ち上げます。フレームがバラバラにならないようにあらかじめ出して並べておくとグッド。フレームを通すときは引っ張らずに反対側から押すようにしましょう。引っ張るとフレームが抜けてしまうので注意。フレームを通せたら息を合わせて立ち上げます。だんだん形になってきました。せーの。立てたインナーテントの上にフライシートをかけます。2人でせーので持ち上げると楽しく簡単にできました。最後にフライシートの端にペグを打ちます。風などで飛ばされないようにしっかりと打ってね。はい、テントが無事晴れました。いやー、めちゃくちゃ暑かったですね。いやー、すごい汗だくです。汗だくです、テント張りはすごく汗かきますので、こまめに水分を補給しながらやりましょう。今めちゃくちゃ日差しももう痛いぐらいなんですね。肌のところ、もう本当に気をつけてください。レギンスとか履くことで結構涼しいですよね。これ良かったです。直接日差しが当たらないし涼しいです。思ってたよりも涼しいですね。日差しを防いでくれるのに暑くない、しかも虫にもね刺されなくなりますので。確かにそうですね。虫よけといえば、これ以前の動画で紹介したオニヤンマの虫よけなんですけども、めちゃくちゃリアルじゃないですか。なんかこれでも置いとくだけでいいらしいので、キャンプの時に持ってきとけばすごく楽でいいですね。じゃあここに吊るしておきましょうか。そうですね、ここに吊るしておきます。かわいい、ありがとうございます。皆さんも夏のキャンプは紫外線対策、熱中症対策、あと虫よけもねしっかりとやって安全にキャンプを楽しんでください。キャンプに行く前に必ず見ておきたいのがこちら、天気 JP アプリです。紫外線対策、熱中症の予防法に関する記事など、普段の生活にも役立つ情報が盛りだくさん。各地域の熱中症情報や紫外線指数も一目で見られます。もちろん今いる場所の天気やゲリラ豪雨対策の雨雲レーダーなども見られます。夏のキャンプにはこのアプリが必須。ぜひ天気 JP アプリをダウンロードして安全で楽しいキャンプにしてください。キャンプ飯対決、イエーイ。